右よし、左よし、国よし。練習試合の相手なら横にいる順に紹介してもらってくれ。俺は今とっても面白いことを企画中さ。準備できたら教えてやるよ。メタル星人が攻めてきた。また悪さしに来たのか。あれ、横にいるのはあれはソルバルー先輩ですね。何か言い争ってるみたいだ。ソルバルー先輩のゼビ語はもちろんですが、メタル星人も何を言っているのか全然わかりません。あれがメタル星人の本来の言葉なのかな。原因がわからないと止めに入っていいかもわからないわね。取っ組み合いが始まりましたよ。これは理由とか関係ない。止めに行かないと。やめなさい。喧嘩はダメよ。落ち着きましょう。暴力では何も解決しません。お前はあの時の…ちょっとこいつが何を言っているのかわからないんだけど。通じ合ってるかと思ったら分かってなかったんだ。ソルバル、一体何があったのか聞かせてくれる？やっぱり分からない。分かる言葉を使えよ。もう言い争わないでくれよ。メタル星人、お前は何をしてたんだ。こいつに野球勝負を挑んだだけだ。それなのに、わけのわからない言葉をわめくだけで全く試合を始められないんだよ。そうなのか、ソルバルー。こっちを指さしてって、もしかして僕たちを待ってたの？ソルバルー先輩も勝負を受けたかったけど、人数が揃ってなかったのね。よし、なら話は簡単だ。僕たちがソルバルーに加勢する。じゃあ、今度こそ野球勝負だ。望むところで、ギッタンギッタンにしてやる。Thank you.
ト。アウト。
言葉がなくてもすごくスムーズだった。 そうだな。 野球は僕たちの共通言語なんだ。 いつだって通じ合える。 宇宙のみんなと野球でどんどん会話しよう。 楽しみだな。